サンドです。どうもです。今日は靴下を編んでます。ゲスト糸はしましまの毛糸。東海さんで去年買って、この、ね、指先ないやつ。これね、前ね、このやつを編んでいい感じだったなってね、思ってさ、これね、同じ毛糸残ってで、これ可愛かったなーと思って、これで靴下編もうと思ったのね。で、これはさ、編み方っていうか、目数動画は多分ね、過去の動画にあったと思う。ちょっとちゃんと説明してかわかんないけど、可愛いでしょこれね、重宝してる。今洗って、ちゃんといいように見えるように干したつもりだけど、ちょっとやっぱね、こう、去年動画始めた時にね、作ってたやつだから、若干ね、お見苦しい編み目動画あるかもしんないけど。これ、糸さ、もったいないから、忘れちゃうと、もったいないからさ、ちゃんとね、お揃いで靴下を作って、行こうかなーって編んでだったの。でね、これ、可愛い模様なんだけど、片方ね、出来上がってる。はい。ちょっとね、これ、ちっちゃめに作った、フィットするようなのがいいなと思って、あんまりガボガボってしてるね、靴下だとあだしね、なんかどうも、イラッとくるっていうかね、ピタッとしてるくらいがいいなと思って作ってんだけど、結構さ、伸びるから、多分ね、私、足ね、ちっちゃいんだ。前ね、駒みたいだねって言われたこともあるくらい、足先だけちっちゃいから言われるくらいね、駒なのねでもそれでもね、多分結構娘とか足大きめだけど、伸びるから履けるよってね、前同じような大きさでね言われたから、この大きさで作ろうっつってね、28目でやってます。で、なんだったっけ、アディのユニコーンってやつ。今回初めて使った、これ。前にね、使って、どんな具合かなって試してみたいなって言いながら、全然使わないでね、寝かしてだったの。しかもね、これ100センチのコード。二足同時編み、3つのやってみたくて、100センチのコード買ったのに、二足同時編みできないの。できないっていうかね、チャレンジはして、編めることは編めるんだけど、一足ずつ編んだ方が楽しくてさ。なんかそんな感じ。え、なんか湯気かぎしてる人いんな。ん？え？なんだ？ちょっと待ってね。一回と戻りました。あ、なんかね、セールスだった。あ、ピンポーン。もう返事ないからすぐに行っちゃったみたい。返事しなかった。出なかった。ね、休みの日になっとね、休み？あ、私いつも休みだけどね。山の中だけど、結構周りに家ね、山の中にも、ちょっとした集落みたいになってて、何軒かはあるの。そこのところのね、人たちが、土日になって休みになるでしょ？とね、セールス回ってくんだ。昔さ、すごい昔の話だよ。子供たちがね、まだ幼稚園とかの時、置き薬ってあるじゃん、配置薬。ね、配置薬の人がね、おいでくださいってセールスに来たわけよ。で、それがさ、私その頃若かったわけ。でね、持ってきてくれた人が、なかなかのイケメンだったわけですよ。で、おいでくださいって言われて、ね。あ、そうだな。あってもいいよなって、別にね、おいでるだけだったらお金かかんねえしなーって思って、配置薬ね、置くことにしたわけ。でね。まあ、子供たちとかね、急に熱出したりとかさ、風邪ひいたりとかするときに、あ、いいなーって、使って、
ったりもしてたんだけど、あれってさ、何ヶ月何ヶ月かに一遍、ちゃんと点検して、使った分のお金集金していくでしょ？一軒一軒回ってさ、その時にね、来た人、別人。契約すっときだけは、今で言われるイケメンみたいなの来たのに違うんだっけ、もなんかすっごいね、あ、今タバコを吸ってきたんだなーっていう感じの人がね、おじちゃんが点検っていうかね、集金っていうか、こう確認みたいな感じで来ましたって、あれで、えって、全然違う人来たぞってその人もね、まあ話し過ぎっていうか、まあ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 別にね、すごい嫌な感じの人とかじゃなかった、 なかったから、何年かね、私まだ子供たちちっちゃくて家にいる間はその配置役そのまま置き続けだよね。騙されたって言いづらくてさいや騙されたわけじゃないと思う。その人ね、多分契約を取ってすぐにあと辞めたのかもしんない。違うか、契約するための要因がな、みんなさ、契約するときだけはその人が来てなんかすご腕だよね。なんかこのその後にさ、点検みたいなのに来ましたっていう人のね、こ気持ち考えるとさ、やっぱりいらないですって言えないよねいや本当にね、便利だった。で今はね、もうすぐに買いに行けたりするし、そんなね、急に薬必要っていうことってあんまりないから、ね、なんだけど、その当時あったったって今思い出した。そうじゃない、今ね、私何の話しようと思ったんだっけ？忘れちゃったんだけど、いや、ちょっと、いや、特にね、いつもね、思いつきでさ、やってるからいいんだけど、なんか今日は何の話しよっかなーなんて、久しぶりにずっとね撮ってなかったから。なんでだと思う？崩したね、どの色にすっかなーとかね、悩んだり、あと娘にカーディガンっていうかね、あ、そうそう、あるかな、ちょっとね、お正月に娘帰ってきた時に私が着てたったこのねカーディガンね、100均のポストカード、300円の大きいやつでね、と、あとシュエット M っていう、ケイト雑貨ストアーズの糸かな、それ引き揃えて作ったこの丸ヨークの、最初はセーターだったの、それを切ってなんかカーディガンにしたいなって、カーディガンにしたやつをお正月に着てたら、娘がね、いいねって、私もこういうの欲しいって。いや、こんなね、娘なまってないよ。こういうのだったら私も着るよ、みたいな感じで言われて、あ、編みたいなって思って、で、娘は同じ、この色いいねって言ったんだけど、同じ系統がね、手に入るかわかんないなと思って見たら、結構売り切れてて、あ、ちょっと、うちにある在庫だと個数足りねえかなと思って、娘の好きそうな色を注文したわけ。同じ糸でね。で、注文したけど、お正月の間って、ね、意外と業者さんはみんなね、休みでしょ。ね、だからね、やっと最近届いたの。で、編み始めよっかなーって。届くまでの間ね、何編むかなーって。その毛糸届いたら結局さ、他のね、編むことになるから、下手なものは編み始めれねえなってね、時間かかるやつ。だから靴下だけさ、ちょこ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 編んだり、今までね、ちょっと恥ずかしくて見せれないんだけど、履いてたった靴下、かかととかね、足の裏のあたりとか、こう擦り切れで薄くなっちゃったから、そこをね、なんとか復旧させるべく直したり、そんなんなんかやってたから、動画撮るな、ちょっと見せれるような喋りながらできるのねえなとかって、だから崩しただけ今ね編んでだったの。え、
これかわいいでしょ。だってあれ言ったっけか、これこんな感じね。あれ言った言った。セールスとか来るからさ、どこまで喋ったかわかんなくなるじゃん。で、あのね、届いたっつが、どの程度にすっかなーつって、この、あ、まだね、ちょっとビリって、ケイト雑貨ストアーズの、私ね、この、シュエット M ってやつお気に入りなんだけど、そっか、ガサガサうるさくてごめんね。ちょっと静かに。この茶色、なんだったっけかな、シュエット M の、あ、忘れた。なんとかブラウン、も、ん？なんとかブラウンって、茶色ね。ね、調べない。それと、これはね、ケイトピエロですね。これは、前に買ってだったやつ。カメレオンカメラ2の、これで、引き揃えて編んだら丸ヨークセーター可愛いかなーとか、いやーでもなー、ちょっと濃すぎるかなーとかね。で、この方が可愛いかなーとかね。これにこれ入れっかーとかね。ちょっと悩んでる最中だったのよ。ね、悩んでまだな、決めかねてだもん。失敗したくない。なんだろう、あの、自分でさ、これいいんじゃないかなーってただ選んで、編む時と違って、娘に編もっかなーみたいに思ったらさ、気合が入りすぎで、うまくね、毛と選べなかった。なんで、ウールとかね、編もっかなーと思ったんだけど、ウールが多すぎると、手入れ大変でしょ？お手入れ大変なものとかさ、多分ね、大変だと思うの。平干ししてどうのとかさ、ちゃんと整えてとかってのできないと思うから、ソックヤーンとかのだったら、万が一汚してもさ、洗いやすいんじゃないかなって。このシュエット M っていうのもね、アクリル 90% で、ウール 10% で、このね、私がこれで使ったんだけど、軽くてさ、まあ、若干ね、毎日のようにお正月の時、あ、ちょっと汚い着てだったから、ちょっと毛玉は出始めてんだけど、まあ普通のね、市販のね、セーターだってこれぐらいの程度にはね、毛玉とかって出るからいいんじゃないかなーなんて今ね悩んでんだ。このなんだろうね、偶然さ、いい感じに出来上がったやつに寄せで作んなきゃないっていう、ね、一人でプレッシャー感じてたりするの。なんか地味だな、もうちょっと綺麗な色がいいよね、なんて。ねえ、ちょっと編んでみて、可愛いようだったらいいかな。これ黄色入ってんだよね、間に。黄色が、ここね、黄色が入ってるから、黄色が映える感じだったら可愛いかな、とかね。まだね、悩みすぎで取り掛かれてないのよ。参ったわ。そんなこんなでね、悩んでばっかりで、なんか無になる時間、無になってね、崩したんでだ。これもね、ほら、28目、ちょっとユニコーンつったよね。2.5 ミリのユニコーン、28目にして、伸びる。ちょっとね、ちっちゃい感じだけど、多分フィットするなーとかってね。いやー。これ待ってよ。ちょっとみんなも編み物楽しんでっかな。本格的な冬だから、楽しんでるとは思うんだけど、私さー、最近さ、こういうの編んでるよーってもらった写真ね、アメンジャーズから、そう、アメンジャーズって、私のこの動画をね、
偶然見ちゃった人とかね、雨る人も雨ない人も雨向きない人も全部ねひっくるめでアメンジャーズってね呼んでんのね。呼んでんだけど、その人たちからメールでね、こういうの編んでますとかっていう写真動画送ってもらってみて、ほんとね、やっぱね、自信なくしてだったね。いやー、私ね、こうやって動画やってっけど、ほんとね、本格的にね、この輪割りを使って編み物始めたのって、まだ、1年半、2年経った?経ってねえな。絶対経ってないな。うん。去年から動画始めて、その半年前度が、ちょっと前度がに編み物始めてるから、昔はやったよ。昔はね、棒針でセーター動画編んだりしたけど、その二十何年ぶり、もうね、25年度がぶりに始めた時、ほんと衝撃的だったの。あんまりにもさ、編み物の糸度がこんな、ね、模様入ってんのとか、その当時ね、私知らなかった。あったのかもしんないけど、私が知ってんのは、本当にね、一色にたまにさ、なんだっけ、ツイードだっけが、ああいうのちょっと入ってるのとか、ちょっと毛糸のね、色混ざったやつとか、モヘアはあったよ。あ、もちろんあったと思うけど、ね。こんなシャレだ毛糸なんてなかったわけよ。衝撃的だったよね。だからね、この動画でね、毛糸編み物の動画をね、見たときに、すげえって思って、自分もさ、また毛糸を買うことになって、だってさ、みんなね、素敵な毛糸で編んでんの見てさ、なんかほんとね、衝撃受けたわけよ。そこから始まって、買ったことのない毛糸とかね、買うようになったりするわけ。で、前思ったんだけどさ、その前のね、本当に練習で、こんなね、ネットでね、毛糸を買うとかっていう発想なかったから、本当100均巡りをして、100均でね、まとめて買ってきて、セーターとかベストとか編んでたわけなんだけど、ね、去年の在庫もいっぱい残ってる上で、この間さ、ダイソーに行って、毛糸見たらさ、やっぱ、物価高の影響あるよね。去年とかと同じ糸、同じ値段なのに、メーター数とか違ってたりするっけも。びっくりした、なんだっけ、パティシエだっけか。200円とかでさ、巻いてるやつ。なんかちっちゃくなったなぁとかって思ってさ。まあ実はそれもね、私何個かね、去年買ってね、残してあって、去年おととしかな、去年だな。買ってね、いつかそれです。なんか編もうって取ってあったんだけど、今年見たらさ、全然大きさ違ってだった。メタスまで見てこなかったけどさ、相当大きさ変わったなぁと思って。あれ、パティシエだかってのもさ、かわいい、じゃない?ダイソーもね。で、何編もっかなーってすごい悩んでて、私、なんだったっけ、あれ。ベッドっつうが、布団っていうが、私、今寝てっとこって、息子が使ってたシステム、なんつだっけ?違うな。なんつなの?学習机とさ、ベッドみたいなんで一緒になったようなやつ?ベッドと机が一体型みたいなので、ベッドがちょっと高い位置にあるみたいなのをね、使わせてもらってるわけ。せっかくだからさ。で、ベッドの下には物を置けるみたいなね。で、使ってるものはもちろんね、布団敷でさ、使ってんのよ。スプリングの効いたベッドとかっていうのは、昔使って、もうね、あんま寝ないから捨ててしまったわけ。すっごい、ね。
て、ね、床に寝ることの方が、布団で寝るっていう方がよくって、布団で寝てたんだけど、息子がいなくなったことによって、そのね、ベッドを使わせてもらって、形ばかりのベッドね、で、布団敷いて、それにね、で、寝てるわけ。で、その布団、お布団とかを、可愛いカバーつけてるけども、ね、可愛いって普通のだけどね、ニトリで買ってきた普通の布団カバーだけど、その上をさ、毛糸で編んで、カバーをつけるっていうのが、なんか今最近夢なのね。こたつカバーも夢。で、私、かぎ針で編みたいんだけど、かぎ針だと、私ができるのは今のところ、グラニースクエアと、ダイアゴナルステッチと、たまにちょっと模様のね、これ、こういう、ね、やつを、なんとなく繋いだやつとか、しかできないから、グラニースクエアとかで、まずはカバー作ってみっかなとかって今、なんか夢が広がってとこ。パティシエって結構太い糸だから、ザクザク編めっかなとかっていう甘い考えを抱きつつ、前さ、ポストカード、本当に普通の300円の玉の、去年売ってたってやつも、あれでね、すごい大きいカバー作ったわけよ。あれ何玉？ 7 玉だが、なんか忘れちゃった。7玉ぐらい使ってね、すっごい大きいカバーを作ったんだけど、正方形に作っちゃって、いろんなね、ソファーのカバーとかにもできるんだけど、今ね、考えてみたら、ベッドっていうか、布団のカバーにする、カバーっていうかね、布団の上に陰でカバーっぽく見せる、可愛く見せるためには、いや、可愛く見せるとかね、自分好みのお部屋にするためには、長方形じゃないとダメなんで、お布団。正方形だと、ちょっと陰で見たらね、いまいちだったわけよ。で、うちのこたつも長方形なんだわ。だから、なんで私は正方形に編んでしまったんだと。ね。確かに、大きい。9個使ったのが、1個分を正方形に編んだのを9個つなげたから、もう正方形になるしかなかったわけよ。マルチカバーになっちゃったんだけど、それを、今度は長方形のものを作ってみたいとかね。思ったり、セーターも編みたいし、で靴下もね、本当お正月にね、あげてきたりなんかしたから、在庫がもう本当に薄い、ないんだ。で、自分が履くね、厚手の靴下ももうね、薄くなってきて、直したりしてんだけど、それも欲しい。だからね、編みたいものいっぱいなのよ。いっぱいあるのに、何から手つけていいかわかんなくて。渋滞すらも作ってない。どこに行けばいいのみたいなね。編み物渋滞ってやつ。私まだね、編み物渋滞が今年、これと、靴下今2枚と、セーターちょっとだけ編んでたんだった。あれはちびちび編むセーター編んで、あと、なんだったっけあれ。これ。なんだったっけこれ。ドミノ編みの、セリアのだな、これ。やだー、いっぱい貯めてるでしょ？ミルフィムでね、ドミノ編みやってるの途中だし、ちびちびね、お部屋にこもってやって、どれから編むかなーとかってね、ほんと、大物に取り掛かるのに、どれから行こうかなって悩んでだったの。で、今年ね、いつもの年よりも、あったかいっていうか雪がね、積もんない。嬉しいことに。
なんか明日、明後日あたりからまた雪降りそうなんだけどね。なんか今年あんまり雪ないから、ちょっと出かけたりとかばっかりしたりね。で、あ、毛糸もね、このしましまの毛糸、触り心地すごいいいから、ちょっと、あれ？お正月にね、お出かけしたついでに、東海に行って、しましまの毛糸ツインっていうやつを買ってきたから、それも靴下編みたくてさ、途中までやってんのよ。ほんと、靴下ばっかり編んでた。何言ってっか分かんなくなってきた。でね、久しぶりだから、まず一回この辺にしといて、また次々。今日もね、なんか天気いいから、電気もつけないでさ、上がる具見えんなーと思って撮り始めたけど、まずそんな感じでした。でね、思い出した。強めの回転木馬、もうやりでーなーってコーナー、やりでーなーとか思ったり、あと、メールでね、結構いろんなのもらってんだけど、コメントも書きたい時あるんですとかっていう、メールにね、メールもらったけど、コメント欄がやっぱり好きなんですっていうメールももらったりしてね、それだけ書いてあるよ。だから、やっぱり必要だよなって、私自体もやっぱり交流じゃないんだけど、直接、また動画撮ろうって思えるような風な気持ちになるには必要なのかなとか思ったりね、あーだこうださ自分でね迷ったりしてさ、アベンジャーズの人たちも何それって思うかもしれないけど、まあ私の好きなようにね見てくれる人いないとかさ登録者が減るとかあったとしても、まあ私の場合さ、これってただ編んでだよって、近くで編み友がいるっているような感覚でね、編み物する時にさ、あ、なんか喋ってる人を隣にいんなぐらいに思ってる程度でさ、聞き流してもらって、深く考えずにその程度でさ、楽しんでもらえたらいいなぁと思っています。私自身もね、やっぱこうやって、ただ、黙々、ドラマとか、アニメとか見ながらただ編んでるよりも、頭使うからさ、喋ってると、少しを使ってんだよ、これでも。多分ね。脳みそね、何にそう使ってると思う。ね。活性化。なんだったっけって、自分でさ、なんか楽しいことをどうか思い出して、笑ったりなんかするとさ、なんだっけ、ナチュラルキラー細胞。あったよね。違うけか、そういう名前だよね。出るんじゃねえかなと思ってさ。まあ、こんな感じで編んでいこうかなと思います。いや、ほんとね、今日もまだね、くだらない話しちゃって、それに次やってもらっちゃって。みんなも暇だね。いやいや、そんなことじゃない。ありがとうってことで、みんなもほんと風邪ひかないように、編み物楽しんででね、編み物だけじゃないよね。家事もさ、やんなきゃないじゃん、いろいろね。冷たいね、水冷てとかっていうと今あるしさ、まあね、つうことでさ、まあ元気に今年もやっていきましょう。つうことで、まったねー。